どうも、学科の J アートフォックスです。本日もご覧いただき誠にありがとうございます。 Thank you so much. Thank you, thank you. 本日のテーマは A を描くときの鉛筆の削り方ですね。はい、鉛筆の削り方、すごい簡単なことなんじゃないですか。正しい鉛筆の削り方というものがある？何それ、普通の鉛筆の削り方じゃダメ？実はそうです。目的に沿って鉛筆を削らなければいけません。はい。絵を描くときはですね、なんかもう普通の文字を描くときの鉛筆の削り方と少し違うから、鉛筆で絵を描きたい人にとってこれは参考になると思います。もう早速始めましょう。こうして一緒に絵の勉強を楽しんでいる方は高評価ボタンをお願いします。そしていただければこのレッスンがより多くの人の検索結果に出るのでとても助かります。まず道具を揃えてみましょう。最初は鉛筆ですね。はい、僕は鉛筆で絵を描くときは主にこの3本の鉛筆を使います。まずは HB ですね。次に芯がより柔らかくてより暗く見える 2B ですね、はい、3番目は HB より芯が硬くて色が薄い 2H、まあ、2H です。 A で使われる鉛筆が 10H から 10B まであるんだけど、僕が主にこの3本しか使わないのはただ僕の好みです。とても暗い部分を描くときにたまにより柔らかい筋の高い B の鉛筆を使いますが、楽しくデッサンをするときはこの3本だけで足りると思います。はい、次の道具なんですけれども、カッターですね。はい、実は鉛筆削りはあんまり使わないんですね。はい、使っちゃいけないってわけじゃないんですけれども、やっぱり鉛筆削りは大体文字を書くための道具ですね。それだけではあまり木や芯の部分を長めに削れないし、芯の先を細かく尖らせられないし、ですからカッターを使います。しかしやっぱりカッターだから結構危ない道具で手や指を切らないように注意しましょう。やっぱり子供たちは大人の方に削ってもらった方がいいと思います。はい、次の道具なんですけれども、ゴミ箱ですね。削りくずを簡単に捨てられるように隣にゴミ箱を置いておきますね。はい、でその後は紙やすりですね。これは必ずないといけないものではないんですが、あるとすごく便利です。筋の高い紙やすりでより綺麗に、そして丁寧に鉛筆の先を磨くことができます。次はキッチンペーパーで削りくずやコーナーがついた鉛筆の芯を拭いたり綺麗にするために用意しておきます。はい、じゃあゴールは何かと言いますと、鉛筆の先が 2.5 センチくらいの長さになることを目指して削りましょう。細かく言うと、僕は芯の部分が1センチくらいで、残りの木の部分が 1.5 センチくらいの長さを目指していますが、これはあくまでただのゴールですね。そんなに細かく測ったりしなくてもいいです。少し適当でもいいと思います。はい、カッターの持ち方ですが、僕はカッターの刃の部分を自分の体と逆の方向を指すように持ちます。そして僕はカッターを持っている手を動かさないようにしますね。はい、どうしてこんなことをするかって言いますと、カッターに力を下手に入れると手がすべて手や指を切ってしまう可能性があるから結構危ないんです。カッターはあんまり動かさない方が安全で、よりうまくコントロールできます。ですから動かすのはカッターじゃなくて鉛筆を持っている反対の手の方ですね。はい、さてこの鉛筆を削ってみましょう。このようなプロセスで削ってみます。まず一箇所を
木の部分から芯の先まで削っていきます。そしたら、鉛筆を少し左か右へ回して繰り返します。一度一周したら、紙やすりでその先を磨きます。磨くときはこうして鉛筆を上下させます。左から右へ動かしたら、その芯の部分を折る可能性があるから、こうして鉛筆をアップ&ダウン動かした方がいいと思います。はい。フル回転したら、キッチンペーパーやティッシュでクズや芯を拭きますね。こうして削ったり磨いたりすると、絵を描くときに鉛筆を寝かせて描いたり、立てて描いたり、デッサン特有の動かし方ができます。もう一本の鉛筆を一緒に削ってみましょう。はい。さっきみたいに一箇所を木の部分から芯の先まで削る。そして鉛筆を少し回してからまた削ります。回転したら紙やすりで磨きます。磨き終わったらキッチンペーパーやティッシュで鉛筆の先をきれいにします。はい。最後に鉛筆の芯を確かめてみましょう。注意してほしいことが2つあります。1つ目は、もし木の部分がデコボコになっていたら、紙に引っかかる可能性があるから、もう少し紙やすりで磨いてみてください。はい。二つ目は、芯だけが長いとね、折れやすいから気をつけてください。さて、今日のレッスンは、ここまでです。鉛筆の削り方はどうですか？いかがですか？皆さんもっと絵を描きたくなったんですか？はい、一緒にこれからも描いていきましょう。僕の作品に興味のある方は www.northernfoxstudios.com にてさらに僕の作品を見ることができます。オリジナル作品やプリントの購入に興味のある方は etsy.com で直接僕の作品を買うことができます。1万円以下のものもあるんで、概要欄のところにあるリンクにアクセスしてみてください。そして僕の作品がこれからどう変わっていくか、興味のある方はぜひインスタグラムでフォローをお願いします。最後にもし見たい動画ややってほしい企画などがある方はメールでもコメント欄で もう本当に何でも OK ですので、ぜひご連絡ください。お待ちしています。それでは Keep making art and see you next time. Bye bye.